香川町は香川県香川郡に属していた町であった。従って住所表示では香川県香川郡香川町と香川が3回並んでいた。2006年1月10日に香川県高松市の一部として九州合併されたものの、その後も域内の大技名は香川町を冠している。本校は合併前の香川町について記している。 香川県の県庁所在地の高松市に隣接していたことなどからそのベッドタウンとして人口は増加していた。なお、高松市と合併後は人口が減少傾向にある。町域内は全体的に給料地が目立つ。また、高松市などへの野菜や果実の供給地としての役割を担っていたものの、瀬戸内式機構で水不足に悩まされてきたため、 主宮池や龍三池や阿伝渡る池などなど、大小多くのため池が存在する。なお、町の生誕には、高東川が流れているものの、普段の水量は限られる。保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、かつては、香川県立高松、南高等学校、高南分校も置かれていたものの、香川中央高校開校に伴い1989年に、並行した。 場所は現在の114臨行空港口支店。大学、短期大学なし、高松空港の敷地の一部が町域にかかっている。しかしながら空港の主要部分は隣の江南町にある。香川町廃止時点において町内に鉄道路線はなかった。ただし、高松市内の高松琴平電気鉄道の琴平線の仏生産駅、 一宮駅などが利用されていた。なお、1958年に、寺井地区の北部が高松市に編入されるまでは、琴平線の空港通り駅付近の区間が町内を通っていた。しかし、当時から町内に駅はなかった。なお、1929年11月から1941年5月までは、高松琴平電気鉄道の塩野江線が通っていた。ありがとうございます。